まあ、今、5時40、50分ですね。5時50分で今、ちょうど雲に隠れてますが、間もなく日没です。今日は10月の22日ですね。10月の22日。ここ、大木屋の海岸はこういう状態ですね。雲の状態いいですね。午前中はちょっと、雨が降ってますけど、今は、何晴れてるのかね、すっきりとは晴れてませんが、すっきり晴れてはいけませんが、なんか雲があちこちであって、その雲の形が非常にいいですね。雲はね、いいね、今日。雲の形がいい。そしてサーファーが、ウィンドサーファーが何人かね、出てますが、この雲と落日の瞬間を非常にこれ天体ショーと、ね、というか、天体の芸術ですね。雲の形がいいしね、それに光が、落日の光がバックから話をして、富士山は見えませんね。富士山は見えません。ここに大体富士山がね、見えるんです。富士山は見えません。ちょっとしばらくこれを観察しましょう。私の手柄の対策は一切してなし、この太陽を拝んでるのが欲しい。雲は本当にいいわ。こういう形もそうね、あるもんじゃないからね。雲がいいな。本当雲は今日は。雲評論家にとっては今日はランキング8ぐらいだね。こんな雲もやったんね。雲だけを聞きました。溶岩だね。流れてはないけど、針の溶岩の感じだね。そしてこれは日本最古の港跡の和賀島の前に止めている白すべですね。これここに毎回停留してますからね。ここは撮影のポイントですね。そしてこちらの雲もいいね。雲もほんとこだわるんだね。大天体ショーだな、これ。本当に雲は芸術である。雲は天才的な芸術家だね。天才的デザイナーだ。画家ではですね、到底こういうものも描けないし、このね、色彩のディテールも描けませんね。油絵ではもうとても不可能で、結局日本のこのハイビジョンの映像ですね、この何百万、何千万画素という、高 HD 高精細
ビデオのによってのにこれは再現できました。ここは一番光ってるのこれがまたね、ここが光ってるしね、あちこち反射してね、光るのが素晴らしいんだ。雲に消えたのではなくて、無事の山々に出しましたね。あ、素晴らしい。これからどんどんね、このまた海の色がね、変わっていくんだけど、あ、本当今日は一番のこの雲の、情景の素晴らしさ、雲は天才であると、芸術の天才、デザイナーの天才であると、このようにやって感じました。